リラ修道院は、ブルガリア最大で最も著名な正教会の修道院。リラの西ヨ派ネ修道院、またはリラの総院とも称される。修道院は、リラ山脈の北西、及び海抜1 147メートルの高さにある、リラ川の深い低地にある、ブルガリアの首都ソフィアから117キロメートルに位置する。キュステンリル州リラ自治体にある。 10世紀に創設されたリラ修道院はブルガリアにおいて最も文化的、歴史的、建築学的に重要な遺跡の一つであると評価されている。こうした理由からブルガリアとヨーロッパ南東部において観光客を引きつける要所となっている。リラ修道院は1983年ユネスコの世界遺産に登録された。修道院内部伝承からリラ修道院は ブルガリア皇帝ペタル一世紀の統治する時代に、リラの西洋案が設立したと考えられている。彼は、教育を受けるため山脈へやってくる彼の教え子たちが、修道院を建設していた間、実際にその修道院からそう遠くない洞窟で、生活していた。創設以来、リラの修道院は、ブルガリアの統治者から講演され、尊重されてきた。 オスマン征服まで続いた第二次ブルガリア帝国のほぼ全てのツアールによって大規模な寄付が行われ、修道院は12世紀から14世紀にかけ、ブルガリア国民の意識の中で文化的、精神的中心の頂点を極めた。リラ修道院は14世紀中にフレリョ・ドラゴボラという名の地方封権王により、現在の位置に再建された。 修道院内の複合建築物にはこの時代に建てられたものが現在も含まれており、フレヨの塔やその隣にある小さな教会などが挙げられる。司教の椅子や豪華に彫刻された修道院の門もこの時代に属するものである。しかし、14世紀末のオスマン人が出現し、修道院への数々の襲撃や破壊が15世紀半ばに行われた。だが、 その後ロシア正教会、正確にはアトスさんにあったロシコンの修道院による寄付のおかげで15世紀末には聖ヨハネの遺品を持ってキュステンリル地域からやってきた3人の兄弟によりリラ修道院は改築が施されたのである。修道院内の複合建築物は外国の統治下にあった時代におけるブルガリアの言葉や文化を所蔵する保管所の役割を務めた。 ブルガリア復興期において修道院は1833年に火事で一旦消失した後1834年から1862年の間にブルガリア全体から裕福な国民の援助を受けて建築家アレクシリ列の指導のもとに修復が行われた住居となる建物の建設は1816年に始まり1844年には フレヨの塔に主楼が取り付けられた。また、修道像のネオフィトリルスキは、この時期に修道院内へ学校を設立した。ブルガリア復興期の建築物の最初の傑作の一つとみなされている修道院複合建築物は、1976年に国立史跡として表明され、1983年にユネスコの世界遺産へ登録された。1991年以来、 修道院は、ブルガリア製教会の教会会議に付随している。外から見た、建築物修道院構内建築物全体の敷地面積は8,800平方メートルを占める長方形の形状であり、フレルの塔や中心となる教会は、内部構内周辺に集中して位置している。修道院内で、最も中心的な教会は19世紀半ばに建設されたものである。 その教会を設計した建築家は1834年から1837年にかけて建設を指導したペタルイワノビッチであった。教会は全部で5つのドーム、3つの祭壇と2つのチャペルを有するほか、内部にある最も貴重な遺物の一つには、4人の手工芸者が創作に5年を要し、木彫りであることでも有名な金色のイコノスタシスがある。 また1846年に完成したフレスコ画は、ブルガリア復興期において、最も有名な画家であったザハリ・ゾグラフとディミタル、ゾグラフ兄弟の作品を含む、ブルガリアの都市バンスコ、サモコフ、ラズロクからもたらされた多くの傑作群である。教会はその他にも、14世紀から19世紀に作られた数多くの価値ある製造を収める収蔵書にもなっている。 修道院の一角にある4階建ての住居部分は300件、4つの、聖堂、大修道院長室、キッチン、全250の手記と9000冊の年期ある、印刷物を収容する、図書館、そして寄贈者室からなっている。積成の高い壁と、わずかな窓で覆われた、複合建築物の外観は、修道院というより、むしろ要塞に似ている。リラ修道院博物館は、 木製の十字架で縦81センチ横43センチメートルあるラファエルの十字架を所蔵していることでとりわけ有名である。これはラファエルという名の層がきめ細かい彫刻刀で削って彫ったもので拡大鏡も使用してさらに104の宗教的場面と650の人物を細密に再現したものである。この芸術作品は1802年に 修道士ラファイルが視力を失うまで少なくとも12年続いたとされる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。